はい、バンチャンネルです。今ね、バンチャンネルのスタジオにある昔の時計を探してます。腕時計ですね。まあな、久しぶりに見たじゃあちょっと今から時計探します。薬箱開けて、韓国の薬売りだから、そうするか。今度ね、奈良県のジュエリー上島さんですね。オメガ、オメガ、シーマスター、シーマスターのオリエントという会社のデザインが好きやったここだったんですけど、水に 100m につけたらいいと思うかな。まあちょっとこんな感じでこうちょっと出していって、ああ、はいはい、あそれをね今ね、まあ空気入っとるよね。ああ、うん、スカ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 、ただ、こんな構成みたいな時計ね、はい。一応落としてる、落としてるか、うん、裏かの裏っていうか、あ、シースルーであるモバード、モバードか、ええな、本物というか、それはもうね、やっぱりすごいよな、手に馴染むな、手に馴染むね、リューズだね、またこれ、こういうのリューズっていうんだよね、時計のこのねじ巻きの部分、なんでリューの頭っていうのようなんだろう。これ動くやん、ほら、あ、それは、何やったっけ、ロンジンや。ロンジン、この時計かっこいいよな、革がね、うん、ベルトの革がもっと気持ちいい、これ、うん、はい、かっこいいな、これ、やっぱ裏、これ、うん、この、なんて、ムーブメントっていうのかな、これ、うん、動いてる、うん、いいね、これ、やっぱり、もうこれメイドインスイスやな。フライトリングはね、今のスイスでもね、現役よ。フライトリングのこんなんだ。多分モロタイトもこうだと思う。あー、財布やな。そうそうそう、うん、コスモノート、これ見出したら大変、うん、ありがとう、はいはい、これはね、成功やね。あ、そう、へー、クロノグラフ、あんまりよく見てると思うたから、カメラもあるしね、そうそうそう、ありがとう、はい、はい、こんなもんか、オメガのフライトマスター、オメガの空に来たからね。あ、かっこいいな。ほら、この、こういう、その、ボディの、多分これ一体成形をしながら、オメガに。いい時代やね、時計の花形時代、うん、まあ、てな感じでね、いろんな時計が出てきました。今度ね、奈良県のですね、ジュエリー上島さんというところに取材に行きまして、まあ、その時にですね、今回見つかった腕時計と懐中時計をですね、持っていきたいと思います。ふみおくん、また次回よろしくお願いします。はい、動画面白かったらいいね、チャンネル登録お願いいたします。それでは次回の動画までさよならです。最後までご視聴いただきありがとうございました。バンチャンネルでした。良い一日を、そして良いウォッチライフを。